はい、こんばんは。10月14日の水曜日の夜ですね。しげるです。こんばんは。はじめましての方もこんばんは。僕はこうやって毎日毎日ずっとカメラ目線で大丈夫だよって言い続けてるおじさんです。40歳のおじさんです。毎日言ってますと言ってもまだ2週間とかそれぐらいですが、これからもずっとですね、毎日毎日、これを見てくれている人のために、ずっと言い続けます。大丈夫だよ。こんな感じでずっと言ってます。まあね、必要ない方には全く必要ない、そんな動画だと思います。でも中には、僕のこの大丈夫だよっていう言葉を、必要と思ってくれている人がいるかもしれません。いると思ってます。少しでもそういった方に元気とかね、力を与えられたら僕はいいんじゃないかなって思ってます。基本的にはふざけた人間ですが、真面目にやってます。大丈夫だよって毎日毎日毎日言い続けます。大丈夫だから、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当に大丈夫だから、大丈夫。自分でも口に出して言ってみてね。自分でも、自分は大丈夫だって自分に言ってあげてください。自分に大丈夫だよって自分にね、言ってあげてください。結構落ち着きます。すごく使えると思います。僕は使ってます。はい、僕は車に乗ってね、いろいろ物を運ぶ仕事してるんですけど、まあ時間に追われたりとか、いろいろね、思い通りにいかない時っていうのがあるので、そういう時にこうついついね、イライラしちゃったりっていうのはあるんですけど、そういう時にでもね、自分で使ってます。自分に大丈夫だよって。そうするとすごい冷静になったりとか落ち着けたりします。そういう意味でもぜひ自分にね、大丈夫って言ってあげてください。大丈夫だから。さあ、今夜はこれぐらいで皆さんとはさよならをしますけども、またこの後ね、これを見ながら寝る人もいるかもしれません。そんな人はぜひいい夢を見て、また明日を楽しんでください。明日を楽しむということで、明日もまた会いましょう。大丈夫だから、明日も絶対現れるよ。俺はここからではないと思うけどね。じゃあまた明日、おやすみなさい。大丈夫だよ。じゃあね、おやすみ。